はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、ウリハムシですね。今日ですね、このキュウリにですね、ウリハムシが結構ついていて、葉っぱ食べられてしまったんですけれども、ウリハムシの、対策を、葉っぱがね食べられないようにするための対策、しかも無農薬でできる方法っていうところでご説明していきたいと思います。ね、キュウリとか、スイカであったりとかメロンであったりとか、そういうね、あとカボチャとかですね、そういったウリ科系の植物をですね食べてしまう虫がいるんですね。だったらですね、マッキーさん、農薬とか使ってしまえばそっちの方が手っ取り早いじゃないかってね思うかもしれませんが、僕はなるべく農薬はね頼りたくないと思いまして、農薬を使わないでウリハムシを対策できる方法、そういったところを今日はですねご説明していきたいと思います。全部で4つありますので、早速、ご説明していきたいと思います。初心者の方でもね分かりやすく説明していきたいなと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。はい、まずはですね、ウリハムシについて説明していきたいと思います。ウリハムシは別名ウリバエとも呼ばれます。体長7から9ミリメートルで薄気褐色、小さな甲虫です。冬は草むらなどに集まっており、暖かくなると活動を始めます。キュウリなどのウリ科の野菜の葉を好んで食べます。葉に綺麗な円形を作り食べます。多発すると葉がボロボロになり、キュウリなどの成長がゆっくりになってしまいます。小さな苗の場合はそのまま枯れてしまうこともあります。被害が多く見られる時期は5月下旬から6月であります。そんな感じでウリハムシねあります。そして、全部でね今回対策としては4つあります。1つ目は馴染みが薄いかもしれませんけれども、ジニアっていうですね植物ですね、お花があります。それを、近くにですね植えてあげると良かったりします。あとはですね、コンパニオンプランツとして、ウリ科系のものとネギとね一緒に植えると良かったりするともね言われているんですけれども、僕実はねここネギをね植えていました。でもそれでもあんまりね効果がなかったです。あとネットとかで、ね、もう調べてもウリハムシに対してはあまり効果がないと言われていますので、ただジニアというお花ですね、それを植え付けると結構効果があるとね言われています。苗でね、売られていまして購入してもいいんですけれども、種からこう育てた方がコストパフォーマンスもいいですし、最近の時期ですね、今の時期はかなり暖かくもなってきていますので、どんどんね成長していきますので、お花早めにちょっと種とかもしやる場合は購入してやってね、対策していくっていうのも一ついいのかなと思います。はい、そして2つ目ですね、今1つ目お花を植えていくっていうところを説明しました。2つ目になります。2つ目は手で通るという形で、手でね取っちゃいます。ただ手で、あとはですね手で取るっていうのねあるんですけれども、結構ねウリハムシってね素早かったりします。ただ、ここでねいいポイントがありまして、ウリハムシは朝にね弱いんですね。朝に、ね、取ろうとするともうねむやむやむやって寝ぼけているかのように、全然ねあの動きがゆっくりです。でも夕方になると結構動きが素早くなっちゃいますので、ウリハムシ対策するときは、朝方ですね取るようにしてあげるといいです。あとはですね、それでもウリハムシ、なかなか朝来れなくて夕方になっちゃうよってね方もいらっしゃると思います。そういった方は、3つ目になりますけれども、手で取るには取るんですけれども、ペットボトルをですね利用してあげるとよかったりします。はい、こちらペットボトルあります。これをですね、ちょっとこんな感じで半分にカットします。はい、でカットしましたら、蓋ですね、蓋を取りましてここにセットします。はい、これだけで OK です。そしてここを見ていただくと、ここウリハムシがねいます。これウリハムシです。このウリハムシがいましたら、朝だったらね動きが遅いのでいいんですけど、夕方はね結構ね動きが早いので、ちょっと慎重に取ってみたいと思います。あ、飛んでっちゃった、ごめんなさい。今取れてなかったんですけれども、ウリハムシこのように、捕まえました。ここに今ねウリハムシがいます。ちょっと開けてみましょうか。はい、はい、こんな感じでウリハムシをゲットできました。こういうふうにですねウリハムシいましたら、ペットボトルでも簡単に手でね取ることができます。なのでもしいたら、はい、そんなふうに対処してあげるとよかったりします。あとウリハムシ今中いますけれども、これだと
離すときにですね飛んでいっちゃいますので、これ例えばお水入れて洗剤とか入れていけばウリハムシ溺れてしまいますので、そんな風に対処してあげるのがいいかなってね思います。はい、こちらもウリハムシね、ちょっと葉っぱの下の方いますね。ちょっと取っちゃいますね。飛んでいっちゃわないように。はい、あ、取れました。見事ウリハムシまたここにポトッとね落ちました。はい、こういうふうに結構動きが素早いので、簡単にね、でもねこういうペットボトル装置作ることで、こうやって今出ようとしていますけれども、ここで挟まって出なくなりますので、そんな感じでウリハムシですね退治してやっていくのもいいかなってね思うところです。こんな感じでペットボトルを使うことによって、素早くてもですねウリハムシをパカってねこうはめてあげればですね簡単に、取ることもできますので、そういうふうに対策してあげるのも一つ良かったりします。はい、今ですね一つ目お花をね、植えていくっていうところを説明しました。そして二つ目、手で通るっていうことで手で取っていくっていうところを説明しました。そして3つ目ペットボトルをですね、まあ、手で取るの延長になりますけれども、ペットボトルも使って取っていくっていうところを説明しました。あとはですね4つ目ですね、4つ目はこれ100均で購入してきましたけれども、強力ハエ用粘着シートというものですね、これをちょっとね使っていきます。これは5つで110円で売られていたんですけれども、これを支柱とかこういうこれも100均になりますが90センチの支柱にこうやってつけてあげることによって結構ね虫って黄色いものに寄ってくる習性があります。よくお花スイカとかですねキュウリもそうですけれども、お花黄色い部分虫ってね寄ってくるんですね。なのでそれを利用してこういう粘着シートを使ってあげることによってそれでも対策できるかなというところで、はい、今回はですねこれをねちょっと使っていきたいと思います。この場所キュウリになりますけれども、1株に対して、まあ、1枚程度ですねを目安にちょっと使ってみたいなってね思います。はい、では早速ちょっとこれ開けてみようと思います。これ開けてみますと、はい、あ、これすごいですね。はい、見てみてください。こんな感じで、もうねなんかこれで吊るしてやってくださいよと、こういうものもね丁寧についてありますね。じゃあこれを代表してちょっと使ってみようかなと思います。これはまずは、矢印の方向に、これね剥がしてくださいということで書いてありますね。なのでこれを外していきます。はい、そしてもう剥がしたと同時にここかなり粘着力強力になりますので、このままここに通しちゃいましょうか。はい、そして通しまして、ここで固定をしていきたいと思います。はい、これでできました。そして今回はこの、間ですね、この場所にやっていきたいなと思います。まずは支柱を、はい、真ん中のあたりに刺しまして、この場所で固定されるようにしていきたいと思います。はい、じゃあちょっとこれ剥がしてしまいます。ずらずらずらーと剥がすと見事に黄色ですよね。これを、まあ、粘着力強いのでこんな感じで支柱にくっつけてしまえばこれでもうねついちゃいます。今これ使いましたけれども、これなくても、はい、こういうふうに支柱ですねに這わせて、やってあげればこれでもね簡単に、つくことができます。はい、こんな感じで対策していいかなと思います。はいはい、こんな感じでねできました。ただこれ欠点としてはですね、風が吹いたりとか、まあ、雨とか吹いたりとかすると、水に弱いですので粘着力がねだんだん弱っちゃいます。なので定期的に、変えてあげれば、それでね復活はしますので、そういう風に使っていくといいかなと思います。あとは今ね一つ下の部分でやりましたけれども、はい、この上ですね、こんな感じで今支柱にね垂らしています。これを使ってもいいかなってね思うところです。じゃあこれはこのままちょっと入れていきまして、ここに、はい、パカッてつけていきます。はい、これで OK ですね。そしてちょっとこれだとあれなので動かないように、はい、こんな感じで固定をしまして、これでそのまま、はい、テープね、これ切れますね、ちゃんとね、このままこれやっても。
そしてやってこのようにパサッとねやってしまえば、これでブラブラってねぶら下がって、はい、これでもねだんだんと、しっかりと、ウリハムシとかですね害虫をくっつけることができて予防につながるかなってね思うところです。はい、ではせっかくですので、この上にもやっておきましょうか。じゃあこの上にも同じようにこれを合わせまして、ここでつけていきます。はい、こんな感じでありますので、これを、このね場所でピタッとくっつけていきます。これでくっつきました。そして、ね、このようにできましたので、はい、ここで垂らしながら、このね、ものを垂らしながらこのように広げていきます。はい、いきましたね。これでいいですね。これで風鈴みたいなね感じになりましたけれども、はい、これで対策ができますので、皆さんもね良ければ挑戦してみてください。うん、いいですね。ちょっとした間でありますけれども、このように、罠ですねを仕掛けることができました。これでキュウリ葉っぱ食べられてしまいますと、せっかく育てたキュウリがうまく育たないということがねあったりしますので、しっかりね育つように対策をしていきたいなと思います。あとはですね、こちら今キュウリですね、ちっちゃく、後植えって形でやっていきました。これも同じですね、同じようにしていきたいと思います。じゃあこれは支柱ですね、下の部分になりますので、支柱に這わせて、成長させていきたいと思います。はい、まだちっちゃいですので、小さいうちは食べられる危険性があります。なのでこのように刺しまして、あまりでも近すぎると伸びてきた時、つるが伸びてきた時に邪魔されちゃいますよね。なので少しだけ離しましょうか。はい、このぐらいの位置にしておきましょう。そしてこのぐらいの位置の場所にやりましたら、テープをねはめていきたいと思います。はい、じゃあこちらを剥がします。はい、ここは端っこの部分はギリギリ粘着がないですので、持つならこの上の部分ですね、一番上の部分を持つと良かったりします。そして、まあ、面積がちょっとちっちゃくはなっちゃいますけれども、ここをつけるとでもこれだとしっかりと固定されますので、はい、これで固定をして、虫が来たらですねここにつくというイメージになります。うん、これでちょっと様子を見てやってね育てていきたいと思います。楽しみです。はい、こちらですね、今ね見てみますと1日経ちましたがハエがついています。これで、ね、こんな感じで、ね、ハエがね出てきたりついたりとかします。はい、他のところを見てみようと思いますけれども、こちらもちょっとねついていますよね。コバエですね。はい、こういうふうに対策ができます。そしてこちらも見てみますと、やっぱりハエ系ですね、ハエ系がついていますね。はい、なのでこういうふうにですね、まあ、ウリハムシはまだついていませんけれども対策ができます。ウリハムシいないかちょっとチェックして、こんな感じで対策をしていただくといいですね。あともう一つの対策としては、お酢をかけてあげると良かったりします。お酢をかけることによって虫が寄りつきにくくなっていきます。葉っぱをウリハムシは食べますので、お酢の成分をウリハムシが嫌がって、それで近づかなくなって予防になるというイメージになります。使い方としては次のようになります。今みたいにですね、虫に食べられている場合はこういうお酢ですね、これをですね吹きかけていくといいです。さらに僕はねここニンニクと唐辛子を入れていまして、はい、こんな感じに、ね、なっています。これねつけていまして、エキスですね、ニンニクと唐辛子のエキスがしっかりとですねこの中に入って、いいねお酢になっています。これを100倍から500倍ぐらいですね、そのぐらいに薄めて使うと虫がですねやってきにくくなりますし、お酢がですね植物の成長を促してくれる効果もあったりします。なので今回はこれを使ってやっていきたいなと思います。そしてこちらが 500ml のペットボトル、100均で購入しましたけれども、これをですねちょっとね入れます。500ml なので 5cc ですね入れていけば、100倍に薄められるというイメージですね。
まあ、目分量でちょっと入れちゃいますね。はいはい、そしてね、香ってみますとちょっとね、お酢のちょっとニンニクの風味が効いたそんな匂いがします。これを締めまして、はい、そしてこんな感じでやりまして、スプレーですね、スプレーで、はい、シュッシュッシュッとね吹きかけていくっていうイメージですね。はい、ではね、こちらねありますので、スプレーを、ね、まんべんなく葉っぱに吹きかけて食べられないようにねしておきます。あとは葉っぱの裏とかも一緒にやってねあげるといいかなってね思います。はい、これで植え付けた後も、食べれにくくねなりますので、明日はねすごい天気もいいので、ぐんぐんと根っこを張って育ってくれるかなってね思います。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね、ウリハムシの対策っていう形で、無農薬でねやる方法をご説明していきました。もう一度おさらいしますと、お花を植えていくっていうところ、そして手で取っていくっていうところ、そしてペットボトルをその時使っていくっていうところ、そして最後はこういう粘着テープですねを使っていくっていうところ。やっぱりね、農家さんでも、なるべく無農薬で育てたいよってね方も多いです。なのでそういう方はですね、こういうふうに結構ねこのテープも使ってやってる方多いですので、はい、皆さんもねよければ参考にしてみてください。ね、またキュウリのね育て方大きくなってきたら、ご説明もねしていきたいなと思いますので、次の動画も楽しみにしていてください、はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。